ソニー・ウェイン、ドン・ジョンソンは、アメリカ合衆国の映画俳優、ロックシンガー。1984年から放映された刑事ドラマ、特装刑事マイアミ・バイス・ソニー・クロケット役で、武将髭を生やし、T シャツに、サングラスのラフなスタイル、そのワイルドなセクシーさで、1980年代半ばには、全米人気ナンバーワンのスターの座を獲得し、世界的に一躍有名になった。 またテレビドラマのプロデューサーとして、捜査官ジーナを制作葬式している。一時は映画界への転身を図ったが、再びテレビ界に戻り、制作、主演を兼ねたのが、1996年から放映されたドラマ、刑事ナッシュブリッジスである、ミズーリ州出身、カンザス大学在学中からロックバンドで活動。 卒業後はアメリカンコンサーバトリーシアターで演劇を学んだ。1960年代に映画デビュー。そして1973年、青い接触。1975年、少年と犬というカルト的な2作品で知名度を上げた。1975年、グッバイドリームではニック・ノルティと共演。1977年にはテレビドラマにも主演し始め、 ザシティのヒットで一躍青春スターとなった。一転、1984年の傷だらけの期間では心に傷を持つ機関兵という役を演じた。ヒゲと長髪がトレードマークで口げや顎げがよく似合った。ワイルドでクールながら温厚で知的な個性は日本でも人気を呼び、彼のキャラクターをうまく活かした刑事ドラマ。 特装刑事マイアミバイスのソニークロケット役が当たり役となった。パイロット版の成功で、後にシリーズ化。1984年に放送がスタートし5年間も続いた。この作品では、フィル・コリンズ、イギー・ポップやウィリー・ネルソンらミュージシャンがゲスト出演したほか、自らもシンガーとしてハートビートをリリース。全米ナンバー1ヒットとなる。その後、 再び映画に映ったが、しばし、特捜刑事マイアミ・バイスをなぞるようなキャラクターが続く。しかし、1991年、ハーレー・ダビットソンマルボロマンでのひょ,ひょとした存在感で、再び脚光を浴びた。そして1992年、ギルティ、罪深き罪では強烈な犯罪者を演じ、1995年の遥かなる栄光では、 渋い老保安官を演じた。また、チーチ・マリントは、同年に公開されたケビン・コスナー主演のティン・カップで共演している。ドン・ジョンソン、デミ・ムーアとアシトン・クッチャー2006年のハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム1996年からスタートしたケージ・ナッシュ・ブリッジスシリーズでは、スタイリッシュでコミカルな中年ケージ・ナッシュ・ブリッジスで注目され、これまでにないヒーロー像を開拓。 このシリーズにおいては、チーチマリンフンする相棒、ジョード・ウィングス・ケージとの掛け合いやナッシュの家族との交流、サンフランシスコを舞台としたダイナミックな追跡劇などが人気となり、第6シーズンまで制作される大ヒットロングランテレビドラマとなり、100話制作の際には、アメリカのエンターテイメント専門誌、ハリウッドリポーターが、記念号も観光、全米で約700万世帯の人が毎週、 この番組を見ていたと言われている。なお、日本ではビデオ先行リリースで処刑調書という題で1996年に上陸した。2010年、このドラマで生じた利益をめぐる裁判で2320万ドルの支払い命令で勝訴した。米 CBS ネットワークで1996年から2001年放送の人気刑事ドラマ、刑事ナッシュブリッジスで、 主役ナッシュブリッジスを演じていたドン・ジョンソンが同番組を制作したライシャーエンターテインメントを相手通り起こした裁判で勝訴。裁判官はドンの訴えを認めライシャーエンターテインメントに賠償金2320万ドルの支払いを命じた。米、ロサンゼルスタイムズが報じた内容によるとロサンゼルス上級裁判所の陪審員は7月7日ドンに 契約不履行で訴えられていた、ライシャーエンターテインメントと同社現社長クオリアキャピタル21対1で有罪評決を下した。ドンは2009年2月17日にライシャーエンターテインメントとドンが結んだ契約書にドラマが66話以上続けば50%の著作権をドンに与える番組の利益収入のうち50%をドンに与えると明記されているが、 それが実行されていないと告訴。ドンは制作指揮者も務めており、122は放送された、刑事ナッシュブリッジスの著作権利益の50%を得る権利があると主張。各地方局が来社エンターテインメントに支払った、放送権購入費1億5000万ドルからの支払い、経済的損害の支払いを求めるとともに、オンラインや携帯をコンテンツとして、 ドラマを配信する権利も求めていた。これに対して、ライシャーエンターテインメント側は、刑事ナッシュブリッジス制作には、莫大なコストがかかっており、それほどの利益を上げているわけでないと強調。ドンに対しては、出演時に、数千万ドルを支払っており、要求は不当だと主張していた。詳細判決を受けてドンは、裁判などしたくはなかったが、正義のため、正当な報酬を得るため、 契約履行のため戦わなくてはならない時もある芸術家として前に進むことが大事だと喜びのコメントを寄せている。80年代の人気テレビドラマ特装刑事マイアミバイスで大ブレイクしたドンは刑事ナッシュブリッジスでも大きな人気を集めていたが2004年に自己破産手続きをしたりスーパーマーケットから 付けを支払わないと訴えられたりと、金銭面ではトラブルが続いていた。1986年と1989年に、ミュージシャンとしてアルバムを発表している。ドン・ジョンソンとメラニー・グリフィス1990年、若い頃は、イーグルスの連中と遊び回っていた、プレイボーイ。1960年代に二度結婚しているが、相手の名前は明らかになっていない。中でも、 メラニー・グリフィスとは、彼女が14歳の時に出会い、15歳で、同性、1976年に一度結婚したものの翌年に離婚。1988年に寄りを戻し子供を一人、儲けるが、1994年にまたも離婚。二度ともドンの浮気が原因と、スキャンダラスな話題も先行して報じられた。1981年から1985年まで、 女優のパティ・ダーバン・ビルと暮らし、ダーバン・ビルとの間にも息子が一人いる。その後1988年までバーブラスト・ライサンドとも浮き名を流した。1999年に再婚し息子二人と娘がいる。オールマン・ブラザーズ・バンドとドンジョン・ソン・パワー・ボートに初めて乗ったのは特装刑事マイアミ・バイスのパイロットフィルムの撮影の時だったと N.Y. タイムズのインタビューで語っている。 マイアミバイスのシーズン2以降で、ウェルクラフト社が販売する、キロボルト38スカラベが使用されると同社には、注文が殺到。ウェルクラフトは売り上げに貢献したジョンソンに、ドラマと同じ塗装を施した、レプリカモデル、マイアミバイスエディションのうちの一手を送った。その後ジョンソンは、ウェルクラフトと提携して、ドン・ジョンソンシグネーチャーシリーズの開発に携わった。これは、 同社の43エクセルシリーズをベースに650馬力のランボルギー2世 V 型12気筒エンジン2機を搭載するモンスターボートで当時の価格で約47万ドルと言われる。全米で開催されるパワーボートレースにも参戦したが、始めた頃は金持ちスターの道楽とみなされ、アルマーニのスーツにグッチの白いローファーを履いて、 ボートを操縦しているそうだなどとマイアミ・バイスの主人公になぞられて揶揄されたりもした。しかしすぐに好成績を残すようになり、レース界で彼の実力が認められるまでさほど時間を要しなかったという。1988年のキーウェストではチームジェントリーのボートを操縦して優勝している。1989年、ドナルド・トランプはニュージャージー州アトランティックシティに気づいた。 カジノリゾートの客寄せのため、レース会場をアトランティックシティに招致した。通常パワーボードレースは、フロリダ州キーウェストのような穏やかな海で行われるが、アトランティックシティの概要は常に波が高く、高速で滑走するボートにとって非常に危険であり、開催前から不評であった。実際このレースでは一定がクラッシュして操縦士1名が即死する事故が起きており、 ジョンソンが立ち上げたチーム USA の手を含む半数以上が完走できなかった。しかしながら、未だ多くが単導船だった時代に、ジョンソンが自ら選んだボートは、荒れた海にも強い固まらん艇で、ジョンソンの選択が正しかったことを証明した形となり彼の評価につながった。また、この時トランプはジョンソンを呼び出して、チームのスポンサーになる話を持ちかけ、 ボートの両言側にトランプキャッスルのロゴを入れさせた。2019年11月にジミー・キンメルショーにゲスト出演した際、この成り行きを冗談を交えながら語っている。1990年には俳優仲間のカート・ラッセルをチーム USA のスロットルマンとして招き入れた。レース会場ではメラニー・グリフィスとゴールディ・ホーンが一緒に応援する姿が見られたが、 いつもドンと行動を共にしていたメラニーと違って、コールディは、夫が事故を起こさないか不安で、レース会場に訪れることは、稀だった。同じ時期にチームポーパイズ、ダイエットコークのチャックのリストも対戦している。グッバイラバーで共演したドンとメアリー・ルイーズ・パーカー、1998年のカンヌ国際映画祭ジャストリガール撮影風景。ありがとうございます。